はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの職業を使っていきます。踊り子ですね。バトルマスターに次いで人気の職業ではないでしょうか。俺もバトルマスター、そして踊り子、レンジャー、大体この3色を使ってる感じですね。踊り子はバフ、そしてデバフができる優秀な職業。さらに攻撃力が結構高いっていうので使いやすいですよね。特に、マイユと組み合わせると、マイユの能力を引き上げてくれて、すごくいいんだよね。で、踊り子で悩むところが、装備だと思うんですよ。俺もね、装備どれが正解かが、未だに分かってないんだよね。今は、右手にナイフ、左手に扇をつけてます。これで正解なんだろうかね。実際のところ、両方ナイフにした方がいいのか、両方扇がいいのか、もしくは右手に扇の方がいいのか、どうなんでしょう。実際の正解のところはわかりませんけども、右手には扇よりもナイフの方が向いてるかなと思います。扇をしてもね、特に、使いたいスキルがないんだよね。探検だったらば、踊り子と相性のいい、タナトスハンドかと、オネロスハンド、この2つが相性がいい気がするんだよね。でも実際のところは分かりません。はい、まあ、とりあえず、今日はちょっとね、ゴールドマンマックス戦ってみて、どの組み合わせがダメージ出せるのか調べてみたいと思います。それでは、ゴールドマンマックス行ってみましょう。テンションもそのまんまだね。ノーマル状態で、まずはこれ、聖王のナイフ。これでやってみましょう。剣の舞。どんぐらいいく？弱っ！ 313？ 弱すぎない？こんなもんだったっけ？バトマスは通常状態でも、1200は出るよ。弱すぎない？本当に。まあいいか。とりあえず他の装備をしてみよう。あ、そうだ！そうそう、聖王のナイフは、あれだわ。2回攻撃だから、特技との相性が悪いんだ。2回攻撃だから、攻撃力が低めなんだよね。そう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 。あ、だから、使うのであれば、ナイフじゃなくて、サウザンドの方が、いいのか。剣の舞をするならね。ああ、なるほど。そうか、そうか。あ、まあ、次は、扇で行ってみましょうか。扇。だったらば、どんぐらいいく？さすがにね、300は低すぎるわ。扇が、多分本気で出るんじゃない？剣の舞行きまーす。どんぐらい？620？ バトマスの半分？そんなもんだったっけ？え、嘘？ちょっと待って。くるくる、キラキラポンして。これはちょっと予想外だな。あれ、もうちょっとダメージ出なかったっけ？全然ダメージが出ないんだけど。もともとこんな感じか。じゃあ、専用ナイフしても意味がないので、いつも俺が装備してる感じで、右手にサウザンダガーでいきますね。ナイフ奥義で、これでノーマル状態での剣の舞。どう？変わんねえ、弱っ。まあ、そうね、バフもできるからね。いいんだけど、
こんな感じだったっけ。もうちょっと強いかなと思ったんだけどね。いや結構ショックよこれ。結構ショックなんだけどな。もうちょっとなんとかあるでしょうと思うんだけど、いやーこんなもんでしたか。もう、まあ、テンションマックスになるとね、さすがにもうちょっとダメージ与えれるだろうけど、いやーでもマックスで922か。はい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 。あ、そうか。じゃあ攻撃力としてはレンジャーの方が上だな。おお、まあ本当にバフメインでプラス攻撃もできますよぐらいで、ああそうか、 しといたらいいんだな。いやいやいや、これはちょっとね、まさかでしたわ。うん。あ、これむしろさ、敵が一体だったらば、あれだね、剣の舞じゃなくって、扇の舞の方が強いんじゃない？なんかそんな気がした。両方とも、4回攻撃なのよ。剣の舞も4回攻撃で、扇の舞も4回攻撃なのよ。でも扇の舞はパネルで、攻撃力を今 30% ぐらい上げてるかな。なのでこっちの方が1対1だったらダメージいくんじゃない。さっきが、920ぐらいかだったので、こっちだとどう。あ、1000超える、やっぱりね。なるほどね。はい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 。あー、使い方がね、なんか、分かった気がする。基本バフでやって、で、攻撃をするときには、扇の舞。だね。両方扇で、まあ、1対1のときだね。まあ、それがいい。で、敵がいっぱいいるときは、確か扇の舞ってばらけるんだよね。攻撃が。なんで、そのときは、剣の舞で、やっていけばいいのか。いやもうむしろ扇の舞だけで良さそうな気もするけどね。あー、いやー、なるほどね。こんな感じでしたか。ちょっともう少し試したいことがあったんでやっていきますね。休み状態にした時の必殺技、これだね、オネロスハント。これがどれぐらい与えれるかちょっと見てみたいと思います。うん、こっちの装備をナイフだね。で、西洋のナイフは多分相性が悪いと思うんで、サウザンドにしておきます。これでちょっといってみようか。で、通常状態での、剣の舞は、620ぐらいか。うん、620ぐらいのダメージだけども、必殺技だと、どれぐらいいく？テンションマックスだったら結構いった気がするんだよね。でも、それが、ゴールドマンマックス以外のやつに、やった時のダメージを俺は、覚えてたのかもしれない。なんかすんごいいった気がしたんだけどね。ゴールドマンマックスにやってみるとどれぐらいいくでしょうか。かっこいい。1741。いいね。テンションマックスじゃないのよ。テンションマックスじゃないし、バイキルトも入ってない状態で1700だから、いいね。うんうん。必殺技のオネロスハント、あれは全然強いみたいだな。うん。やっぱ通常状態が、ちょっと装備を考える必要があったみたいですね。はい、それでは戻ってきました。今日はね、踊り子使っていきましたけども、装備は、付け替えていった方が良さそうですね。普通に使うのであれば、両方とも、扇の方が、
無難な気がする。うん、まあ、剣の前だけでいいならば、片方ね、右手の方を探検にしていいけども、うん、それよりも1対1だから扇の前の方がダメージが出るので、扇の方がいいのかな。で、必殺技だったらば、オネルサント、これが結構ダメージ出るので、うん、休み状態にしてこれを入れていくといいかもしれないですね。まあその時には探検扇という風に持ち替えればいい感じですね。うん、いや攻撃がね、もうちょっと強いイメージが俺の中にあったんだけども、バトマスの半分ぐらいですね、ダメージ。うん、なのでやっぱり基本的にはバフ、デバフで立ち回ってついでに攻撃もいけますよっていうぐらいの、感覚でいたらいいのかもしれません。あー、いやちょっとねびっくりした、こんなもんだったかなと思って。はい、まあでも全然仲間のねバフができるのですごくいい職業だと思います。踊り子でした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。